さて、多摩動物公園では意外な動物が受験生から人気となり、特設の合格祈願ブースも登場しています。日野市の多摩動物公園で受験生から人気となっているのはオランウータンです。その理由は、木の上で生活していながら握力が300キロ近くあり落ちないからです。こんなめでたい人気を受け、多摩動物公園では年明けから受験生たちの験担ぎの催しが開かれています。オランウータン飼育者のすぐ隣に設けられたのが、あちらの合格祈願特設ブースです。このように絵馬のほか短冊がぎっしりと結ばれています。絵馬や短冊には志望校合格やオランウータンさんお願いしますなど、受験生たちの切実な願いがしたためられています。絵馬は今月いっぱい、日曜日の1時間だけ30枚限定で配られます。一方、短冊には受験生以外もさまざまな願い事が書き込めます。子どもたちも大好きでよく来ます。家族が健康に過ごせるようにと落ちないオランウータン特設ブースは来月23日まで設けられています。